今週は政治ね、はい、政治中心でいくとですね、はい、この文春のですね、はい、裏金副大臣はパパ活&デリヘル常習っていうね、あ、これはね、このね、宮沢博之っていうのはね、はい、何なんですかね、この人は。いやー、びっくりしましたね。あれだけ安倍派を俺が解釈すると言ってた。そう、俺あれでもう気に入らねえなと思ってたんだけど。僕も思ってました、はっきり言って。僕も思ってました。急にね、はい、言うんじゃねえと、はい、思ったんですけど、そうそうそう、はい、とんでもない男だね、これ。とんでもないですよ、これ。防衛副大臣なんなんだろう、これ。あれだけね、短歌切ってね、やって、で今ね、はい、自民党が本当に、はい、あの週刊誌表に書いたけど、気球存亡の時じゃない、はい、これから自民党どうなるか、岸田内閣どうなるかっていうさ、はい、大変な時でしょ、はい、でこの人は当選何回ですか、4回ですか、うん、結構重ねてるわけですよ、うん、このぐらいの中堅の人がね、はい、今この気球の時に、はい、そのこの前週刊新潮がやったの広瀬議員もそうだけど、はい、あの赤ベンツ、はい、あの歌舞伎町不倫のね、はいはい、あんたたち何やってんだと。本当そうですよね、うん、これその日本の政治がこんな大変な時に政治家になっていて、はい、何やってんだっていうのは、うん、本当情けなくなるね、これはっきり言って。そうです、もう本当そう思います、うん、いや、つくづく情けないなと思った。山田太郎って議員もね、うん、そうだったじゃないですか、うん、はい、ちょっと前は。そうですね、はい、文科大臣、政務官かな。何がパパ活デリヘルだと、はい、もう本当に情けない。それで文春の記者が掛川駅の新幹線ホームで捕まえたら、はい、議員、大事な話です。何？スキャンダル？心当たりがありますか？こっち行ってくる、小指を立ててるっていうのが自覚してんだお前こっちってそっちだよと。裏金じゃなかったって、うん、そっちだ、はい、少子記者の問いかけに最初は笑みを浮かべ、徐々に遠くを見つめるような表情、やがておもむろに股間をさせてながら、うん、股間をさせてる写真まで出されてる。やたらと股間をまさぐるって何なんだろうね、はい、これね、何でしょうね、股間をまさぐる、はい、今朝あのテレビ見てたらね、はい、なんていうか、ほら新年でさ、はい、寒中水泳とかやるじゃない、はいはい、年明けて、はいはい、それになんか参加してる写真が出てたんですよ。あ、そうです。そのための写真じゃないんだけど、宮田も出てるんです、はい、それやっぱふんどし一丁なんですよね、はいはいはい、だから、はい、おお、やっぱこれなんだなと、はい、ひもパンツ履いてるってね、はい、ひもパンを履いてるということですよって聞かれてね、はい、そこまで聞きました。今日も履いてますよ。え、いろいろあって理由があります。捨ててこう直履きしてるんですよこれ記録してよ、うん、金玉がすごく腫れちゃって股ずれするんですよ、なんとかならないかなと金玉のパンツを探して探して、今見せます見せますなんて、今見せますなんて、文春の記者があ、いやここではって慌てて言ってるんだよ、はいはい、見せてくれてたらどうすんだと、はい、まあ、なんのどうしようもない、喋りすぎですよね。しかもそうこう言われてから、うん、なんかもう開き直って喋ってる、もう喋ってるもいいのですけど、はい、もう本当にこれもう嫌になっちゃうね、はい、小指を立てて見てる。女性問題です。先週末水木とデリヘルを呼んだ。うんうんうん、うなり声を出し一呼吸した後こう続けた。よく分かりましたね、はい、感心してんじゃねえ、はい、4月10日夜7時会合を終え、新宿区内の自宅マンション、これは借りてるらしいんです、はい、自宅は本来はですね、どこだっけこの人、静岡県だからな、はい、借りてるんですけど、1時間後の8時半、ボストンバッグを抱えた長髪の女性がマンションのインターホンを鳴らし、エレベーターで宮沢氏が暮らす部屋へ。さらに1時半後、再び現れた女性は入念にアルコールスプレーで手を消毒、向かいの車に乗り込み都内のホテルへと向かっていった。向かっていった先まで追及してる、うんうん、翌11日党本部を出た宮田氏は夕方スーツ姿のまま赤坂の豊川稲荷東京別院へ。本殿で深々と礼をすると、金銀財宝の融通が叶えられると言い伝えられている融通稲荷尊殿にも参拝。派閥の裏金を頼りにできなくなった今、神頼みのみということか。その後会食を2軒こなすと、自宅マンションの最寄り駅で降りた宮田氏は道中スマホを取り出し5分ほど画面をじっと見つめている。ほどなくして電話をかけると、何かを予約しているような口ぶりになり、はい、お願いします、そう言って自宅へ帰っていた。約30分後、路地に男性が運転する車が停車。後部座席からまたもボストンバッグを抱えた長髪の女性が降りてくる。
前夜と別の女性だが同じように宮田氏のマンションを訪れインターホンを鳴らす。そして彼女も同じ部屋に入っていくのだった。二人の共通点は、二人の女性の共通点は仕事道具を入れたようなボストンバッグや男性が運転する送迎車の存在、加えて宮沢氏の性への貪欲さを踏まえ導き出される最適解は彼女だからデリヘル嬢だということだっていうんですけどね、はい、続けてデリヘル嬢すごいですね、うん、違法な本番行為もそれはない。デリヘルの場合本番はないけど性的マッサージはあります。議員宿舎に住まないのは女性と遊ぶため、それも確かにありますけど、高かったり広すぎたり新聞記者がいたりじゃ住みにくいんです。その前にそのパパ活のことも言われてるんですよ、うん、マンション借りてですね、はい、最初地元に残し都内で28歳の女性 A 子と同棲してたので、パパ活もこれはまあ1ヶ月ほどで終わってしまったんですけど、これもまあ掴まれてましてですね、 A 子さんと緊急事態宣言下で同棲していた。うん、軽率の判断でした。否定はしませんけども、これまずいなって思ってすぐ終わりました。寂しかったんです。出来心です。奥様はご存知、全然言ってません。バレますね。不倫でもある。うん、あ、性行為はなかったです。実はね、なかったんですよ。だから同棲というかシェアハウスという形態で、A子さんが怒っていたようだが、誠意を持って接していましたよ。だって同棲やめるときも、いや、ルームシェアやめるときも、もうちょっといさせてと A 子さんが言ったもんで、分かった分かった、お金払うからごめんねということに、あくまで円満破局という認識のようだ、うん、その後は P に登録してパパ活をしていた。だいぶ調べましたね。なぜそんなことを。東京で仕事をすると寂しいんだよ、ついついついやってしまった。昨年新宿などで20代半ばの女性と複数回会っていたので、うん、会ってますね。ホテルで3万円とか5万円で交渉、そこはさすがに何もない、金額は勘弁してください。まあ推測にお任せします。ひもパンを履いていると、それでひもパンを履いているとのことですがってご言われて、そこまで聞きましたか、はい、今日も履いてますよ、はい、見せましょうかって言うんだからね、はい、どうにもならないこのスタンバーこれもう、はい、議員辞職だいたいこれ前代未聞なのは、はい、あの文春が発売前に辞職届出してるんだよ、はい、そうですね、なんだか分かんないんだよ、理由ははっきり言わないから、はい、言わなかったですよね、うん、で、はい、週刊文春が、うん、あのネットとかこの本体に出してやっと分かったっていうんだよ、はい、まあ議員辞職に値すんだこれ、うん、いやあれだけね、うん、あの安倍派を自分が解釈するんだぐらいのことまで、そうそう言って出たのにっていうか、うん、あんな短歌聞いて偉そうなこと言っててね、そう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 、本当におしゃべりなんだねこの人ね、そうですね、ね、そうです、文春の記者にペラ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 喋ってるんだよ、はいはい、でもデリヘルといえば思い出すのは木原さんですね、はい、そうですね、あのデリヘルはいいのか、まあ時効か、まあそうですね、時効なのかどうなのか分かんないですけど、あれもデリヘルですよ、はい、そうですね、時効じゃなかったかなあれな、うん、あれどうなったんですかね、デリヘルね、デリヘルの問題、肝心の事件の方がどうなってるかまだ分かりませんけどね、あっちのインパクトがあるんでね、そうあるんでね、そもそもデリヘルが見逃されましたよ、はい、宮沢さんはデリヘルでやめてんですよ、はい、デリヘル常習で、でキャラだって常習だよな、あの、まあそうね、記事読むとな、そういう感じでしたよね、うん、これはね、だけど本当にもう本当になんかこう呆れるというか、もうマジかって感じの話でしたね、こんな人が政治家やってんのかなとね、はい、つくづく嫌気さすよねこれ、はい、いやもう最初にね、その安倍派を解釈するって言った時に、無責任なこと言ってんな、うん、この人と思ってましたけどね、 そうそう、うん、そんなに有名人じゃなかったんで、そうそうそう、そんなこと言える立場なのかと思ってたんですけど、指示はございました、喋るな喋るな喋るなってやってたんですが、うんざりしましたね、はい、うんざりというか、そうそうそう、こんな人が政治家だったのかなと思ってね、はい、